江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民世界観光ランキングブルブルということでね、ブルブルって感じですか。はい、こちら画像と書き込みがあったんですけども、それではね、まずこちら書き込みの方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。アジアの1位はタイですね。イタリア、スペインは観光収入を除けば1人当たりの GDP が渓谷よりも低い。スペインは今も我々に後れを取っている。世界観光ランキングで1人当たりの GDP とか関係あんのかな。ちょっとなんか論旨がずれてますけれども、こちら画像がありますので、見ていきたいと思います。こちらでございます。ポン、はい、2023か。2023インターナショナルツーリズムということで、1位がフランス、2位がイタリア、3位がスペインということで、フランスがすごいんだね。で4位がアメリカ。スペインとアメリカの差もすごいね。これ大陸別というか地域別に色分けしてるんですね。青がヨーロッパか。トルコ、メキシコの次がトルコ、タイ、イギリス、ドイツ、ギリシャ、日本。お、ギリシャと日本が同じぐらいなんだ。ドイツの方が日本より上なんだ。そうなんだ。いや、ちょっと軽くショックだわ。ドイツって何やんの？ああ、いいか。カナダ。カナダって、私、あんまり見どころは知らないんですけど、よくカナダって秋だよね。メイプルシロップの秋の観光シーズンにこう旅行会社が売り出してるイメージ以外全くないんですよね、カナダって。観光。カナダで観光？ナイアガラ？デンマーク、オーストリア。これ何？ 15 位何？わかんない。16位がマレーシア、チャイナ。あ、中国ねえ、歴史的遺産から言ったらこんなところにとどまってる場合じゃないんだろうけど、まあ自業自得な部分はありますけどね。UAE、インド。インドもね、もっと言ってもいいような気がするけど、まだ目覚めてないんだ観光に。で、オランダか。チェコか。15位チェコ。はい、ドイツはケルン大聖堂とか。まあそうだよね。ギリシャはね、見どころあるからわかるけど、パルテノンとかあるよね。あとギリシャなんだ。まあギリシャはね、あるよね。はい、まあこんな感じでですね、まあ一覧、これがね、あの掲示板に貼ったわけだ、貼ってあったわけですよ。それではですね、こちらに対して渓谷の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目。あ、そういえば韓国さんは、渓谷もたくさん観光客が訪れるようになったのにランキングには入らないのか。世界中で渓谷ブームが起きてるのに。いや、起きてないってことでしょ。だから渓谷ブームだって聞いたことないんだけど。日本が11位にいられるのもほぼ渓谷人のおかげだろう。いやいやいや、何言ってんすか。 K-POP に K ドラマ、全てが無意味、わらわら。渓谷に遊びに来る外国人の若者はおらず、ランキングに入ってすらない、わらわら。日本は第に次ぐアジア2位の観光大国だというのに羨ましいって言って。別に渓谷人が来てこの11位だったら別にいいですよ。もっと下でいいですよ。そんな競ってねえし。そのような文化は別としても、正直言って我が国には見る価値があるものがないので、
渓谷はどこでしょうか？ブルブル。どこなんだろうね。ヨーロッパ諸国は同じヨーロッパ内を歩き回るだけで観光収入にカウントされるから不公平。そう考えると日本は本当に観光客が多い。じゃあ渓谷さん、ヨーロッパに行けば。北東アジアにいないでさ、街並みを見ればソウルも東京もそんなに変わらないのに、なぜ日本がここまで上位にいるのか不思議だ。日本が11位であれば渓谷が20位以内に入っててもいいはずなのに。まあ別に日本は東京だけじゃないからね。 C 国が意外に低い、イギリスは意外に高い。イギリスが高いかな。イギリスでもヨーロッパのバフがかかってんじゃない。C 国は自分たちの政策のせいでそうなってる。レイノアレカ前までは観光客が多かったけど、レイノアレカ以降は閉鎖的な政策のせいで観光客が排斥されてる。日本は極東の完全な島国なのに観光客が多いからすごい。なんか若干小バカにしてる。タイよりもメキシコが上なのが信じられない。メキシコはめちゃくちゃ治安が悪い国じゃなかった？正直言って渓谷人の自分ですら渓谷に魅力を感じないのだから、外国人に魅力のない国だと思われても仕方がない。やはり観光では欧州諸国が圧倒的。ブルブル。以前は日本に勝っていたというのに、なぜ日本に負けるようになってしまったのか。え、何、以前日本より勝ってたの？日本が2010年くらいから観光産業にかなり力を入れ始めたのが大きい。そしてその観光客の数値に最も貢献しているのが渓谷人という。だから来なくていい。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。じゃあ上の方からいきますかね。お前らの街は観光で敷かれていけなくなるんじゃね。観光ランキングより観光ランキングなら世界一2だ。逆を言えば、お前らは観光業が廃れているのですね。わかります。一人当たりの GDP 好きだよね。あ、悔しいから GDP 持ち出したのね。わら。ルーブルとベルサイユだけでも1週間くらいの価値あるだろ。あ、そっかそっか。フランスな。渓谷は観光客に来てくれと言いながら、二度と来ないように仕向けるんだから、大したもんだよ。来てほしいのか来てほしくないのか。わら。渓谷さん、見えないんだが、どうした？わら。EU 電車でも繋がってるしね。そうだね。ドイツは陸続きで車で行けるからね。ああ、ドナウ川ね。ロマンチック街道、城、ノイシュバンシュタインか。トルコ食べ物美味しい。ああ、イエローナイフでオーロラみたいにだ。ブランデンベルグ門とかケルン大聖堂とかあるよ。日本はスカイ場を見極めて使うから、そんなに使わないだけ。ああ、カナダはスキーか。ドイツは古城だし、カナダは大自然でしょ。ユーコン、ユーコン、トルコは猫に優しい国です。ギリシャは美しい街、ドイツは城の街です。カナダは欧米人の避暑地になるのかな。避暑地。観光に目覚めた渓谷は予定調和のランク外。エーゲ海クルーズな。ギリシャね。ツーリズムだからパスポートが楽ちんの EU は強いとかありそう。そういえばサグラダ・ファミリアがついに完成したらしいですね。フランス、イタリア、スペインは全て食事が良い国だね。トルコは露天風呂やらトルコアイスやら色ある。ケイブーム、幻ですよ。見向きもされなかったのが見て嫌われる程度になったということ。ブーム。どこの世界中で渓谷ブームが起こってるのか教えてほしいわ。わら。無理やり太極旗が見えないですね。世界は行きたくないんですね。ざまないですね。渓谷ブーム、渓谷内向けにそんなものが来てると広報してる欺瞞のやつ。どこが渓谷ブームなんだ。一部の日本の世界政治とか無知な若者だけだろ。渓谷人が来なくともいいですよ。日本人はランキングとか一切気にしてませんから。いや、観光客は今の半分で十分です。これ以上来ないでほしい。遺跡は見に、あー、メキシコね。カンクン。一度でも勝ったことがあるのか？証拠見せろよ。イギリスはことだ、見どころとかいっぱいあるだろ。ビートルズの聖地巡るだけでも1週間とかいられるだろ。確か空港でトランジットも数に入れてたんだよな。お前らインチョン国際空港のトランジットも入れてたろ。ライン川下りか。ビールとソーセージだけでも楽しめるよね。ノイシュバンシュタインはドイツじゃないの？スイス？あれ。K
渓谷が日本より海外からの入国が多かったのはインチョン国際空港の乗り換えや航空会社の搭乗員もカウントしていたからだろ。川のほとりで昼寝をする大会とか見に行きたくないもんな。日本はオーバーツーリズムやマナーのない観光客に困ってるんですが、あ、そうなの。はい、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。